ただいまの時刻は18時16分になりました。いつもは23時15分ぐらいからやってるんですけれども、今日は訳あってちょっと早めなお時間からやりたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ということでオールナイトできません。7夜連続放送ということで、本日が7夜目になりました。あっという間に7日目が来ちゃった。早い、本当に早いですね。なんかでもそんなにやった覚えない。毎日みんなからいただいたお便り読んで、それに対してコメント返してみたいに言ったら、すごい毎日あっという間だったけど、オールナイトできません、メイクして出るの初めてかも。いつもお風呂上がりのすっぴんでした。今日は時間が早いのでまだお風呂入ってません。イエーイ。あ、はい、じゃあ説明すると、オールナイトできませんっていうのは、私がショールームイベントの時になんか企画やってみようと思って始めたラジオ風で挑戦してみようっていうやつです。はい、なのでなんかラジオっぽく最初のジングルみたいのをカラオケルームのマイクで録音したのは3年前とかですよね。2年半前とかにカラオケルームのマイクでエコーを使って清水マリアのオールナイトできません、ちゃんちゃんちゃちゃんとか言って撮ったのを今でも使ってます。で、そんな前からやってるのに今でもまたやってほしいとか言ってもらえて嬉しい。ありがとうございます。イエーイ。じゃあこれは今日は19時までということで、今日もお便りをたくさん読みたいと思います。ちょっと昨日お便り募集して、テーマが、忘れられないお仕事、お仕事の推しは推しメンの推しで、もう一つが何だっけ、褒めてほしいことで募集しました。じゃあね、それを読んでいきたいんだけど、その前にそういえばこの前ペナから届いてたお便りをずっと紹介してなかったので今テーマ違うけど紹介します。ペンネームマリアちゃん大好き人間さんからいただきました。ありがとうございます。コロナ前の話になるのですが、友達と夢の国に遊びに行った時のことです。アトラクションに並んでいて、前に並んでいる女子高生2人組がフィルターがかかるカメラアプリを使って写真を撮っていました。あー JK っぽいことやってるなーと思ってじっと見ていたら、なんとその女子高生2人の間に私が映り、顔まで認識されてネズミのフィルターがかかってしまいました。とっても仲のいい3人組の写真になってしまいましたという恥ずかしいエピソードです。その後反応に困ってしまったのですが、マリアちゃんならどうしますか、教えてくださいということです。でも最近多いですよね。なんかさ、それこそ YouTube の撮影してる人とか多くないですか、街でね。なんかさ、商店街とか普通に YouTube なのか分かんないけど、カメラ回してとなんか歩いてる人とか、こうカメラこうやってやりながら歩いてる人とかさ、いっぱいいますよね。そう、そっか、東京だからかな。私どこ行ってもやっぱ自撮りしてる人ってやっぱり多いから、あ、絶対今映ってるとか思う時いっぱいある。いや、恥ずかしいよね、映り込むのって。だって後から絶対写真確認するじゃないですか。で、あれ、誰かこっち見てるみたいになったらめっちゃ恥ずいじゃん。でも確かにこの自分までフィルターかかっちゃうのは一番恥ずかしい。絶対後から笑われそう。だって JK でしょ。やばい、もう一人ネズミいるとか言って絶対笑ってそう。
ペナドンマイ。でもそんな認識されるってことはさ、割とペナもさカメラの方見てたってことなのかな。まあ、見ちゃうよね、見ちゃう見ちゃうっていうお便りをいただいてたんだけど、てっきり普通に忘れちゃってて読めなかった。今になっちゃってごめんね、ペナちゃん。はい、じゃあ今回のテーマの、今回のテーマのなんやお便りを読んでいきたいと思います。あ、すごい、さっきからコメントでいくつかあるんですけど、そう、今日8時までの配信で配信と配信の間を1時間空けることができなくて、なので星集める時間とか足りないと思うし、すごい効率の悪いスケジュールになってるのは自分でもすごい分かってるので、ぜひ見て楽しんでもらえるように頑張るので、すいません、すごくこんなスケジュールで20分しか空いてないの、配信と配信の間が。私も分かってます、それじゃあダメだってこと。でも仕方がないんです、今日は許してください。はい、じゃあ読みます。ペンネームエモヤンさんからいただきました。皆様こんばんは。今回のテーマが褒めてほしいということでしたので投稿させていただきたいです。自分は家電量販店のバックヤードで入荷とか品出しとかしてるんですけど、他の皆さんが接客とかで見てないところで掃除したりとか倉庫の掃除とか整理とかしています。あまり自分から言うことではないですけれど、周りから目立たない気づかれにくいところで頑張っています。でも僕は他の人でもできるけど、今自分がやっている自分ができることを放置ができなくてついついやってしまいます。あ、褒めてほしいというより頑張ってることを書いてしまいましたね、ごめんなさい。今回あまり文章がうまくなくてお聞き苦しかったかもしれませんが、この辺で失礼します。それでは残りの配信楽しんでください。応援してます。ありがとうございます。文章がうまくないとかそんなことないです、うまいです。私がさ、そうだよね、私が配信でさ、もうみんな文章うまーとか言ってるからさ、みんなも文章のなんかハードル上がっちゃうよね、ごめんなさい。全然だよ。そして私も友達が品出しのアルバイトしてて、それで品出し大変すぎてめっちゃ痩せたって言ってて、だからそれくらい大変な仕事なんだろうなって思ってたので、偉いです、偉い。しかもそれくらい大変なのプラス、やらなくていいようなことまでプラスでやっちゃうってことだもんね、めっちゃ偉いです、ありがとうございます。そうだよね、本当に見えないところで働いてる人っていっぱいいるしね、当たり前だけど。だってさ、私たちが当たり前にさお買い物してるのもさ、そうやって品出しとかしてる人のおかげだったり、もうスーパーとかに商品を遠くから持ってくるトラックの人だったり、工場でそれを詰めてる人だったり、本当に本当にたくさんの人が関わってんだよね。本当にさすごいなって思わない？改めてこうやってさ生活が成立してるのにはさ、誰一人欠けちゃいけないんだよね、きっと。みんながいろんな分野で働いてるからみんなが生活できてるんだよね。本当すごい仕組みじゃない？このお仕事っていう仕組みを考えた人、いやその人だけじゃない、みんなすごい。改めてみんな拍手、みんなお疲れ、偉い。だからさ、小学生の時とかってさ、中学生もかな、いや高校生もかもしんないけど、目に見える仕事しか知らないもん。だからさ、なりたい職業は保育園の先生とか、お花屋さん、ケーキ屋さん、オリンピック選手とかさ、アイドルとかねしか知らないけど、
もっとさ、いろんな職業を知る機会があってもいいよね。職場体験とか言ってもやっぱりさ、なんか知ってるところとかばっかりじゃん。もっとこういう仕事があるんだよっていう勉強する機会とかあってもいいよね、小さい頃に。でも小さい頃にその説明されても分かんないか。難しいね、難しいな。ということで、改めて皆さん毎日お疲れ様です。そしてありがとうございます。では次のお便りいきます。続いてペンネームパプリカの種さんからいただきました。マリタンこんばんは。こんばんは。オールナイトできません、毎晩楽しみにしております。月曜日で最終回なんて正直寂しみずです。褒めてほしいことはなかなかないんだけど、あえて言うなら共感してほしいことなんだけど、妻を病気で亡くしてから11年間男で一つで子供2人を育ててきたことかな。特に今年の2月までは手作り弁当にこだわったかな。わら。自分のことを何でもできるって言ってくれる人もいるけど、最初から全部できたわけじゃないし、やらなきゃいけない環境に立たされたから何でも一人でやらなきゃいけなかったから、失敗しても頑張り続けた結果だと思う。人ってそんな環境に置かれると進化できちゃうんだって思ったよね。わら。ここまで来ると平坦な道のりでなかったけど、ここまで無事にやってこられたのは11年間 AKB の存在があり、いつも笑顔をもらっていたからだと思います。そして忘れられないお仕事となる8年前の11月24日、娘と初めて行ったチームメイトのパーティーが始まるよ公演、俗に言うチーム上の方のフルメンバー出演、出会ってしまったんです、群馬のあの子に。まあ、ここからちょっと言わなくていいよっていうことが書いてあって、まあなんとかだけど、だけどの前がちょっとあれなんですけど、だけど MC させれば面白いし、安定感もあるし、リアクションがめちゃくちゃおもろいし、それが可愛くて可愛くて、それからずっと8年間マリタンとチームメイトのお世話になっています。お仕事は私の元気回復術です。話が飛躍しましたが、そんな子供たちも今年大学進学のため親元を離れ一人暮らしを始めました。自分も最初は強がって一人の方が気が楽だって言ってたし、寂しくなんかないって思ってたけど、いざ一人になってみると激烈寂しみずです。誰もいない家に帰るのってこんなに寂しいのかって思い知らされた。これからは距離的には遠い存在になるけど、気持ちはいつもそばにいられるようにサポートしつつ、仕事の合間を見てお仕事の方も楽しませていただきたいと思います。最近お仕事が忙しくてお仕事の方がおろそかになり、ちょっと待って、口で言うと難しいね。ですが気持ちは今も全く変わらないからね。追伸 AND ってアンドということで、ありがとうございます。これは昨日配信終わってから、私は昨日配信で初見でお便りをいろいろ読んじゃったから、もうなんか感動しまくりで、初見でだけど昨日それで学んで先に読んでおこうと思って、これ読んでまた昨日めっちゃ泣いちゃって、なんかいろんなんかすごいね、全てのテーマについて言ってくれてるんだけど、もう触れるところだらけで、とにかく拍手です。素敵です、めちゃくちゃ素敵です。で本当に素敵で、でもそんな素敵な人を支えてたのが AKB ってことに嬉しいし、しかもチーム8のパーティーが始まる公演、上の方フルメンバー出演、懐かしすぎる。8年前、上の方って知ってますか？関東と北海道東北メンバーの16人で劇場出ることが多くて上の方って呼んでたんですけど、いやそれで私を見つけてくれて、そこから応援してくれて、それが毎日のエネルギーになってるっていう、めっちゃ嬉しいです。本当にありがとうございます。すごいな、なんかもう私も親になったことないから全然
わかんないんだろうけど本当にすごいことなんだと思う。男で一つで子供二人を育てるってすごい。夫婦で育てるのも大変だろうし、女で一つで育てるのも大変だろうし、男で一つで育てるのも大変だろうし、でもそんな子供さんたちが親元を離れ一人暮らしってさ、絶対寂しいじゃん。絶対寂しい。いやー寂しいよね。だって私も一人暮らし始めて、まあそれまでチームメイトってやっぱりホテル暮らしとかがすごい多かったから、まあほぼ一人暮らしみたいなもんだったけど、でもやっぱりいざちゃんと一人暮らしってなると感覚変わるし、親も寂しそうだったし、うん、そっかすごい。絶対寂しいよね。いやでもやっぱりそんな時の AKB でありたいですね。そういう大変な時とか寂しい時とか、そういう時に AKB がなんか、 AKB って楽しいじゃないですか。やっぱり私本当に AKB の良さって楽しいところだと思います。そんな誰が語ってんだって感じだけど、いろんなアイドルいるけど AKB ってやっぱり楽しいが AKB だなって昔から思ってるし、いろんなメンバーいるからいろんなストーリーがあって、それぞれに私いろんなメンバーがいろんなところで活躍してるからいろんな楽しみ方があるし、いっぱいいるからみんな揃ったら賑やかで楽しいしみたいな。そう本当に、だからこれからも AKB がねそうやって皆さんのエネルギーになれるように私も頑張れたらなと思います。素敵なお便りありがとうございます。続いてペンネームレンくんさんからいただきました。褒めてほしいこと、留学費用を貯めるために大雨の中ウーバーのバイトをして休憩中にお便り送ってます。バイト頑張ってって言ってください。頑張って頑張って。留学するの？どこにするんだろう。すげー留学とかしてみたい。すごい。でも留学するっていうさ決心つけたってこと、ん？なんていうの？留学するって決意したことだけでも超すごい。そうだよね。でも留学するぞって決めたところでやっぱり必要なことっていっぱいあるんだろうし、ウーバーか。しかもこれから梅雨だからさ、でも活躍するのかな、やっぱり雨の日とかってみんな外出たくないってなって。でも私は雨の日とかはウーバーとかためらっちゃう。いやー雨の中ごめんねって思うけど、でもそれでもやりたい人はやってるんだもんね。だから いいんだよねおそらく。でも今はさいろんなそういうウーバーイーツとか空いてる時間とかにできるアルバイトとかがあってすごいですよね。すごい時代だってさ、シフト入れるとかじゃないじゃんウーバーイーツの場合。あ今行けるみたいな感じで、しかもチャリンコでってことでしょう。すごい時代だよねそんな。でも群馬にはなさそう。東京とかだからこういう人がいっぱいいてっていうお店もいっぱいあってって場所だから成り立つやつだよね。すごい時代。いやでもこれから梅雨であれだけど頑張ってください。カッパ着て滑らないように気をつけて。チャリンコ頑張れ。私もウーバーさせていただきます。続いてどんどん行かないと時間がね、何時まで ?7 時までか。続いてペンネームカオルさんからいただきました。去年の夏モバメでマリアカオルのグラタンの食べたいと言われ、普段全く料理をしない僕がやっとの思いでグラタンのを完成させたのですが、
後になりすましメールと分かり人間不信になったことが忘れられません。推しのためにグラタンヌを作るまっすぐさを褒めてください。その説は本当にすみませんでした。いや、私があんなメールを送るわけないじゃん。でも本当に本当にすみませんでした。その説は、いや、あの時は毎日ですね、舞台稽古でマリアンナさんと一緒だったんですよ。でマリアンナさんって本当にいい人で可愛くて本当になんか優しいし本当に大好きなんですけど、その時も仲良くさせていただいて、私が稽古場とかであフラメ送んなきゃみたいな感じでやってたら、何してんのみたいな、懐かしい、受けるみたいになって、書かせて書かせてとか言って、いいんですかねとか言って、いいんじゃないとか言って、じゃあバレるまでやろうとか言って1日1通ぐらいヤンヌ先輩がやってくださいました。気づいた人は気づいたよね。いや、明らかに私が書かない文章を書くから、でもさすがだなって思いました。私なんかアイドル辞めてからもっとこういうなんか文章を送ればよかったなとか思うようになったとか言ってて、なるほどと思って、あの大好きですマリアーヌさん、会いたい、本当に会いたい、毎日笑わせてもらいました。なんか突然稽古中にはいあげるとか言ってアボカドくれたりとかしました。びっくりだよね。でその時はあの近い役だったので本当に仲良くさせていただいて、私もチョコあげたり、なんか毎日ブツブツ交換みたいなしてて、本当に優しいです、大好き。ただグラタンヌ作ってくれたたのに私じゃなかったっていうのは本当にすいません。でもそんなけなげなところ素敵です、ありがとうございます。グラタンヌっていいね、最後になんかんつくの、使い勝手いいって感じ。すいません、ありがとうございました。じゃあ続いて、ペンネーム元韓国駐在のタイさんからいただきました。マリアさんこんばんは。最近寝る前にマリアさんの声を聞くことがルーティンになっています。嬉しい。今回は褒めてほしいことがテーマということで、私には8歳年下の彼女がいます。出会いは韓国だったのですが、付き合って3年目で留学で彼女が日本へ、留学先は私とは遠く、遠距離恋愛は継続で、その頃から慣れない土地での生活が不安で、生活での不安がなくなるようにと、会うたび帰り際にこっそり彼女のお財布へお小遣いを入れてあげていました。毎回翌日電話で感動したように喜んでくれていました。そんな日々から月日が流れた今では慣れてしまったのか、さも当たり前のようにちょっとは褒めていただけませんでしょうか。最初の頃が懐かしい。8歳年下だとそうなるのかな。優しい、お小遣い、そっか。ちょっと待って、お小遣いを留学行ってたからお小遣いをあげてた。で最初は喜んでくれてた、でもそれから日々時間が経ったら当たり前のようになっちゃった。ってことはさ、まだ遠距離恋愛続いてるってことですか。それすごい、そっちがすごい。だって国も違うってことなのかしら。そっちもすごい、そっちがじゃないわ、すごい、そうなんだ。海を越えて遠距離恋愛してるのか、すごい。そっか、でも人間っていうのは慣れるもんなんですよね、おそらく。でもさ、ありがとうって言ってよとか言えないよね。前は感動してたじゃん、なんでもう感動してくれないんだよって言えないよね。だって自分のご好意でさ、お小遣い渡してたわけだもんね。
それでさ言えないよね。でもさ、でもさ感動はしてほしいよね、やっぱり。慣れないだってね、え、難しいですねこれ。そっか、でも何かのタイミングで一旦それをやめたらどうですか。でお小遣いじゃなくて、うん、なんかプレゼントとかにするとか、うん、なんか突然パッと何もなくなるのはなんか喧嘩とかになっちゃったらあれだし、なんかプレゼントとかにチェンジするとかはいかがでしょうか。もらったお金全部貯金箱に取ってあるパターン、そんなの最高、最高のシナリオ。実は全部あったよみたいな、二人で使おうみたいな、そんなの最高のシナリオ。そうですね、でもすごく難しいな。私にはちょっとなんかこうしたらとは言えるあれがないんですけれども、でもこのタイさんのこれからの幸せを願っております。そっか、いやでも優しい。8歳か、小学校かぶってないってことか。じゃあ続いていきます。ペンネームフットさんからいただきました、ありがとうございます。テーマ忘れられないお仕事。マリアちゃんこんばんは。こんばんは。自分の忘れられないお仕事は、ここ数年海外に行くことができなかったこともあり、現状最後の海外イベントとなった2019年11月のベトナムでのイベントです。ライブやハイタッチ会はもちろん楽しかったのですが、観光や食事も楽しめて記憶に残ってます。特にパクチー山盛りの方が美味しかったです。あのハイタッチ会のゆるい雰囲気も含めて海外イベント楽しいので、また開催されることを切望しています。わかる、海外イベントやりたい。なんかさ、海外イベントってさ、現地のファンの方にも会えるし、しかも日本から一緒に来てくれたファンの方もいるしみたいな、なんか特別な感覚になるんですよね。なんか特別な気持ちになりません？海外イベントってすごいね。だって海外でも自分を知ってくれてる人がいるんだとかすごい感動するし、一緒に来てくれてる人はびっくりだし嬉しいしありがとうって感じだし、なんか面白いしすごい楽しいよね。いやいつ行けるんだろう次。本当に行きたいな。ハイタッチ会やったね、みんなループしてくれてた日本じゃんって思ったけど、すごい楽しかった、ゆるかったね。写真も OK だったような気がするし、なんか私あれ見ました、なんかね、水上水の中で人形がなんか動いてる劇、多分その土地での観光名所なんだけど、だからメンバーで見に行った時満席ですごかった。でなんか水上ステージが水上で、で割と小さめな人形が動いてて、多分後ろでこうやって操ってて、でストーリーが展開されていって結構ちゃんとあるんですけど時間も。でえ、なんかめっちゃでかい人形出てきたと思ったら、人間で裏でこう操作してたあの方たちが出てきて、人形じゃなくてガチの人間出てきて、でも水の中入ってるの、だから水の中でみんなこうやってずっと操作してやってたんだと思ったらすごくて、そう、でもえ、めちゃでかい人形と思ったら、え、人間じゃんって思った時すごい面白かったです。あとベトナムはなんか2回ぐらい行ったかな、で2回とも歩行者天国みたいなところ、あ、何？
なんか問題起きてる。始まった配信が17時半になってるって。5時半からの配信がちゃんと切れてなかったかもしれない。あれすごいよ、このままだと8時までできないかもしれない。ん？どういうこと？すごい、私が一人でずっと喋ってた。何？なんか荒れてるよ、コメント欄が。何何？でも私配信切ってましたよね。配信されてなかったですよね。配信してなかった間は。でもそう、1時間間取ってないから、繋がっちゃうんだと思います。アプリも消して始めたけどこうなっちゃってるってことは、間の時間が取ってなかったからそうなってるだけです。で、私もさっきも言いましたけど、間が1時間今日は取れなかったので、すみません、それは。なので皆さん落ち着いてください。大丈夫です、8時まで配信します。そうできるようになってるので、ちゃんと配信は切ってたし、みんなこのカラオケ終わってからこれまでの時間何も見てなかったでしょ。安心してください。あ、チンってなっちゃった。はい、カラオケ消せば。いや消してます。はにゃ、あ、テロップ、本当だ、消しました。すごい、みんなピリピリしないでねみんなピリピリしないでね、大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。はい、じゃあまあそんな感じで、ベトナムは歩行者天国がすごいいっぱいあって楽しかったです。なんかどっちも泊まったホテル、2階ってどっちも泊まったホテルが一緒だった気がする。でそのホテルの目の前、すごい横断歩道も機能してないようなすごい道路があって、もうさ、車の通りをこう縫って歩いていくしかないの。横断歩道無視だから、基本的に信号も関係ないの。警察もジュース飲んでるの、関係ないの。おもろいよね。そう、バイク、バイク、みんなバイク乗ってる、二人乗りで。あとなんか私たちが空港着いてホテルに移動してる時、なんか暴走族って思うぐらいたくさんのバイクがこうブーンって横突っ切ってって、ベトナムの国旗掲げて、すごかった。あれもみんな二人乗り。なんかそういう違い感じると、ああ海外来たなって思うよね。今でも残ってる、小田と一緒になんか道路をこう渡ってる動画、キャーとか言いながら。いいな、海外行きたい。タイとかも楽しかった。タイは自由な時間があって、その時モーギと二人でマップとかも見ず、本当にただただそのリアルな街中を歩いて、観光地とかじゃなかったと思うんだけど、歩いてマップとか見ずに、で本当に地べたで売ってるタピオカとか買ったりとかしました。懐かしい。もう地べたでお皿洗ってるもんね、当たり前に。はあ、いいな、海外行きたい。やばい、あと10分じゃん。サクサク読みます。ペンネームまーちゃん、私の褒めてほしいことは小学校の欠席日数です。6年間で1日しか休まなかったんです。もう小学校を卒業してから1年経ったので、あ、間違えた12年経ったので、
今更言うのはどうかなって思ったんですけど、これは頑張ったなと思うし、誰も褒めてくれなかったので褒めてほしいです。え、誰も褒めてくれなかったの？賞状とかもらえません？休まなかった人みたいな。すごすぎ。私めっちゃ休んだよ、小学校とかめっちゃ休んだ。やっぱり平日のお昼にやってる昼ドラがさ好きなんだよね。特別感あるじゃないですか。だから休んだ日にその昼ドラ見てる時間が好きでした。昼ドラって今でもあんのかな。あと再放送とかね、その休みの日にしか見えないじゃん、土日はやってないから昼ドラ。そうそう。あとなんか今日は休みですとか急になる日とかあるじゃん、そういう日もテンション上がりますよね。すごい。皆勤賞の人ってでもほんとたまに言いますよね。すごすぎ、すごすぎるって。毎日ちゃんと休まず学校行ってたって偉い。給食も制覇したんだね。じゃあ全部すごってか、なんで皆勤賞誰も褒めてくれないの。普通褒めるでしょ皆勤賞。じゃあ続いていきますよ、サクサクいかないとね。ペンネーム羅刹さん推し、ありがとうございます。忘れられないお仕事は、マリアさんこんばんは。毎日声出して笑うくらい楽しんで聞いてます。嘘。さて今回のテーマの忘れられないお仕事ですが、マリアさんのお話でもいいですか。もちろん。自分はマリアさんのパフォーマンスが好きで、マリアさん推しになって初めて入った公演が去年の清水マリア生誕祭の雫公演でした。なんとしてもマリアさんのネモハモの披露を絶対見たくて、それが叶った時好きすぎて客席で大号泣してしまいました。練習期間も短かったというのにすごくかっこよかったです。忘れられないです。ちなみに A 公演は旅立ちの時の踊り方が綺麗で大好きです。これからも応援しています。嬉しい、嬉しすぎ、ありがとうございます。そんなパフォーマンス好きって言われること全然ないので嬉しいです。マジか。客席で泣いちゃったの。そんな泣かせるようなこと私はできてたか。できてないです。また来ても泣いてもらえるようなパフォーマンスできるように頑張ります。今度は元カレですで頑張ります。旅立ちの時の踊り方が綺麗で大好きです。僕たちは今か、これもみんな簡単なので一緒に振り踊りましょう。でもたまに一緒に踊ってくれる人見ながら踊ってると間違えちゃう時とかある。でも嬉しい。初めて、私推しになって初めて入ったのが去年の生誕祭クリスマスか。嬉しいです、ありがとうございます。イエーイ。じゃあ今度の生誕祭も絶対来てください。泣かせます。泣かせます。じゃあ続いて、じゃあね、ペンネームタバスコの一気飲みは危険です。こんばんは、マリアちゃん毎日お疲れ様です。自分にとっての忘れられないお仕事は2016年の8の日のピット祭りです。ピット祭り大好き、もうピット祭りのファンです。私はなんでみんな、あ、そういうことか。当時マリアちゃんともう一人の推しメンの間で悩んでいたのですが、ピット祭りというコンサートの間のイベントで2人の推しメンが同時に見れて一挙両得だなと2人のうちわを持ってマリアちゃんたちのトークをホクホク顔で見てました。トークの内容は握手会に来る人のほとんどが2推し3推しの人が多くて、1推しの人が少なくて悩んでるということで盛り上がっていたと思います。最後にその場にいたお客さんの中でじゃんけんに勝ち残ったらメンバーからシールに宛名を書いてもらえるというゲームをやったのですが、あろうことか勝ち抜いてしまいました。2人の間で迷ってしまった自分は結局どっちも選ぶことができずに別のメンバーに書いてもらいました。あの時はマリアちゃんを指名できなくてごめんなさい。すごい、そうだったんだ。どっちにしようかなって悩んで違う子にしたの。わかる、私もそういうタイプです。
なんかファミレスとかっていっぱいメニューあるから、ハンバーグかオムライスどっちにしようかなって悩んで、もう決めらんないってなって、なんかパスタとかにするようなタイプです。でも懐かしすぎるね、ピット祭り、豊洲ピット、ピット祭り本当に大好き、またやりたい。3公演とか4公演とかやったやつだよね、台風来ちゃったりとかさ。そうで、その公演の間に出てないメンバーで外でお祭りとかやってね。そう、多分そのお祭りだよね、私多分テントの中でトークするみたいな、お話部屋みたいなお祭りの係だった気がする。懐かしすぎ。そうだね、本当に今は確かにそれを感じることは少なくなってきたけど、本当に三好さん推しって言ってくれる人が多かったです。びっくりするくらい、マリアちゃん三好ですとか、マリアちゃんさん推しだよみたいな人めっちゃいっぱいいた。でも最近そう、なんか昔ほどではなくなったけど、でも嬉しかったんですけどね、三好もさん推しも。てか推しメン2人いたら悩んじゃうもんなんだ、優越つけがたいみたいな。でも優越はつけなきゃいけないんですかね、1位って決めなきゃいけないのかな、難しいよね。でも推しは決めらんないでしょ普通。やばい時間、時間がやばい、時間がやばいです。全然読めなかった、もっと読みたかった、ありがとうございました。時間やばいやばい、ランキングで読むの早くなってるから大丈夫、任せてください。32位、ヤチマリアをミニに乗せよう、ありがとうございます。31位、おすぎ大西軍、ありがとうございます。30位、ヒロ軍ミニア、ありがとうございます。29位、フォーコ香港の軍ミニア、ありがとうございます。28位、おやちゃん、ありがとうございます。27位、サルトミニザイモン、ありがとうございます。26位、ジェリー、ありがとうございます。25位、クルリン、ありがとうございます。24位、 TK トンカラタイのうなとり丼、ありがとうございます。23位、ヒカル 400X マーチャをミニにスマッシュ、ありがとうございます。22位、ワンタンメン、ありがとうございます。21位、ヒロノリグンミニア、次ラスト、ラストだよ頑張ります、ありがとうございます、楽しみ。20位、テイテイ、ありがとうございます。19位、カズキグンミニア、ありがとうございます。18位、チャーグンマニアグンミニア、ありがとうございます。17位、ナリゾー、ありがとうございます。16位、タートシグンミニア、ありがとうございます。15位、ジャングンミニア、ありがとうございます。14位、コバグンミニア、まさか読まれるかと思わんかった、読んじゃいました、ありがとうございます。13位、アスマー、ありがとうございます。12位、タレ大西軍、ありがとうございます。タレタレタレ、ありがとうございます。11位、うなぎ犬グンマニア、ありがとうございます。10位、りょう幕張のグンミニア、ありがとうございます。9位、タチゴールグンミニア、ありがとう。8位、カンタカンカン、ありがとうございます。7位、トチトチミニア、トチミニア、ありがとうございます。6位、カズミングンミニ、この王国で一番美しい最高、美しきもの、めっちゃ好きだったあのオープニング、夜ピットね、しかもセリフ担当だと思ってめっちゃ練習しました、懐かしい、楽しかった、ありがとうございます。5位、しーちゃん、ありがとうございます。4位、幼いクリーニンググンミニア、満点、しーちゃんかわいい、ありがとうございます。3位、フットグンミニア、例のカップ麺買ってきた、イエーイ最高、ありがとうございます、次食べようね。2位、ハギハギももちゃん大好き、マリアも好きよ、ありがとうございます。そして1位、ソウスケグンミニア、オールナイトできません。3位、祝千秋楽、あー終わっちゃった、ありがとうございます、ありがとう。あ、7時になった、あ、もう酸欠になりそう、やばい、もっと喋りたかった、もう時間足んないね、45分早くない？怖い。皆さんお便りたくさんありがとうございました。そして7夜連続オールナイトできません、ありがとうございました。また絶対やりましょう。お便りまだ読めてないのいっぱいあるし、本当にありがとうございました。そして読めなかった皆さんごめんなさい、ありがとうございました。じゃあ続いては20分後から最後の配信始めます。振り返ったりいろいろのんびりしましょう。
ラーメンの準備してください。お湯沸かさないとね。じゃあバイバイ。まだまだ喋りたいけど悔しい、終わっちゃった。バイバイ、楽しかった。あ、でもまだギリいける。もうダメかな、もう剥がされてるよね。今剥がされてる段階かな。じゃあバイバイ。すいません、お騒がせして途中すいませんでした。バイバイ。